かすぎる。まずは慎重に。この壁は牽引すると動くみたいだ。道は全て破壊されているか。この辺りに敵はいないようだな。だが油断はするなよ。なかなかに厄介なのが揃っている。だがその程度では俺を止められないぞ。待ってたぞ。これでどうだ。消えろ。これも音の力だ。やっ、うつの同調。心配しないで。突きやり、これでどうだ。一気にいくぞ。これも音の力だ。肖像に近づくほど現れる敵も強くなるみたいだ。二人とも怪我はしてないか。いえ、私は大丈夫です。漂白者さんは。手を出せ。かすり傷か。だが簡単な応急処置ができる薬草がある。これからの戦いはより厳しくなる。さあ先に進むぞ。使って先に進もう。行こう。前方にまた残像の気配が。これも音の力だ。待ってたぞ。うつが同調。行くぞ。光を前へ。うっ、巨大な黒石、これを破壊しないと。さっ、ようやくつながりました。名式の影響で通信が途絶えてしまったのですが、本当に一癖も二癖もあれではいつですね。話を戻しましょう。状況はおおよそ把握しました。まだ射程範囲内にいるので、烈空による支援砲撃は可能です。威力はご覧いただいた通りです。こちらでも多少の出力調整は可能ですが、周りに足場となる場所はもうないようだ。自分で作るしかないか。隣の瓦礫が足場になるかもしれません。試してみます。壁を狙え。足場を使ってあちらへ移動するんだ。モルトフィ、撃て。攻撃に備えて。成功です。電源の残量は3分の1程度。もう一度だけ攻撃可能です。それ以上はリチャージが必要となります。皆様、くれぐれも慎重にお願いしますよ。
私も指示に備えます。さっきのように浮遊する石を道にするんだ。待て、漂白者、今の地形は我々に有利だ。あの壁を倒壊させ残像をまとめて始末するさ。常に臨機を忘れてはいけない。さっきと同じ状況だ。もう一度頼むぞ。無常の詐欺がこんなところに。気をつけろ。予想以上に強敵が多かった。だが、あの彫像が放つ力が、もう時間がない。急ごう。足場になりそうな場所なら上にあります。ただかなり距離がありますね。あそこの瓦礫を除去すれば上昇気流が流れるはずだ。それを使ってみよう。少し動いたな。だがもうちょっとです。成功です。この先が空中廃墟の頂上だ。道が断たれたか。漂白者、烈空の最後の砲撃指示を頼む。道を切り開いてくれ。
残像が多い。烈空はあと一発しか撃てないというのに。いやいや、なぜ名式が召喚する残像が途絶えないのであれば、誰かが砲撃位置周辺を掃討しなければなりません。その役目、私に任せてください。名式の打倒は私たちの宿願。将軍が犠牲を嫌う優しい方だということも知っています。ですが、ここにはこうして名式を倒す希望が揃っている。長年の悲願を叶える機会がようやくやってきたのです。私はこれを逃したくありません。お前の言う通りだ。これまで皆さんの強い思いや決意をこの目で見てきました。脅迫者さん、ここは私に任せて。その思い、確かに受け取った。脅迫者、砲撃の指示を頼む。ここは私が、もう奴らの好き勝手にはさせません。そちらはお願いします。やはり敵の源はこの彫像の中か。ここからは名式との戦いになる。脅迫者、準備はいいか。自信があるようで何よりだ。さあ、この戦争を終わらせよう。こんな場所に月が、一体どういうことだ。無感謝だと、奴の周波数まで組み直せるというのか。木に集まっている。とどめだ。
月が無感謝の周波数を吸収し新たな化け物を作り出したと言うのか。まるで湾島の戦いの時のように。良きの剣術だと。ふざけやがって。交代はしない。局を開く。突破っ。火を待つのみ。これでどうだ。油断した。これ突きやり。行くぞ。これも音の力だ。しまった。カッカ。奴の遠距離攻撃に気をつけろ。うまく回避するんだ。漂白者、気づいたか。奴らの攻撃、明らかに月を避けている。つまり、あの月こそ奴の急所だ。勢いが弱まった。ここは俺が食い止める。お前は清めてコアを攻撃するんだ。その力だ。行こう。さらい。俺が決める。これも音の力だ。未来のために。
ためにセッフッこれでどう？これも音の力だ。静寂に沈め、影に溶ける。待ってたぞ。これでどうだ？遅いぞ。未来のこれも音の力だ。これからだ。行こう。油断した。これからだ。少し疲れた。しまった。これも音の力だ。行くぞ。これでどう？火を待つのみ。これで決める。よっ、影に溶ける。消える。これでどうだ？風に乗れ。せい。除去を開く。あの戦争の名式が逃げたのか。漂白者、そいつは。もうここは持たない。詳しい話は出てからだ。来るべき時に備えよう。前回の続きから。押し寄せる残像をたった一人で食い止める羽毛の髪の少女。少女に危機が迫る時、重なる雲の切れ間から光光たる光の柱が差し込んだ。もやも残像もなぎ払う光の柱。そして光に当てられた巨像から現れる二つの人影。漂白者と紀炎将軍。二人の歩みは巨岩を崩落させ、無双戦士の野望は破綻した。よどんだ闘争の空気が一掃され、陛下も病んだ。
事の成否はいつだって天意でなく人の営みによるものだ。一時の失意はあれど、局面を打開しようとする者はいる。かつて星々の降る野原に竜の怒号を聞いた。今はそれに比類する凱歌が響き渡る。この先どうなることやら。だがそれを語るにはまだ早い。牙を研げ。通りだろう。やはり現場の雰囲気は自分で味わわないと。全て文さんのおかげです。そんなことはない。今年の稽古会が開催できたのはそう気張りすぎるな。なんなら気休めってことでお前も参加してみたらどうだ。いや俺は。たまには青春してこいよ。俺がお前らみたいに若かったら参加するぜ。脅迫者、お前も来たか。ほう、
これが例の漂白者。はじめまして、ケイト会の責任者のブンだ。いやー、お恥ずかしながらキエンがいなかったら招待状を出し忘れるところだった。ケイト会が開催されるのも数年ぶりで、おそらく今年は一段と忙しくなる。だ漂白者、今日は時間がある。そうだそうだ、二人とも参加してこい、賑やかになるぞ。もちろんケイト会は誰でも楽しめるイベントだ。お客さんはいつも大歓迎だぞ。ああ、俺もお前の活躍を期待している。一部の種目は共鳴者しか参加できないが、それ以外なら特殊な制限はない。数年ぶりだったのに俺よりルールに詳しいじゃないか。あ、そうそう、準備している間、昔のケイト会の写真を見かけてな。辺境の状況が安定しない限り、予期は一刻も気を緩められない。漂白者、もし興味があれば会場を見て回るといい。現地で参加応募できる種目も多く、俺は試合前にもう一度現場の安全確認をしたいから、楽しんでこい。キエンが休めると思ってわざわざ呼んだのに、これじゃただ仕事場所を変えただけ。でもこれが転ばぬ先の杖というやつか。おかげさまで今の国境の事態が収まっている。話が逸れてしまったな。そろそろ試合の時間だから、まだ準備してる奴らも呼び戻さないとな。漂白者も良ければ一緒に行こう。今回はわかりました。元気がないな。もう一回わかりました。おお、これは今週のお客さんじゃないか。そういえば今年はもう一チーム、私ブンさんも慌てて向かっていったな。おっと、時間も迫っているから私たちは。チーム内でお前が一なあ、記録更新したあのチーム。そうそう、あのチーム前半はフォントの実力を隠して。それはダメだ、最初に大きく遅れると後半。漂白者、お前もグルッポリレーに参加するの知らなかったの？グルッポリレーってのは毎年ケイト界で最も注目されている団体種目だ。さっきはリレーの順番を話し合っていたんだ。練習度合いからすれば俺が一番手慣れている。で、チョウフーと他の連中はほぼ変わらない。漂白者、冗談だろう。これはリレーだ。でもあり、あんなに練習したのに。締め切りまでまだ時間がある。諦めるな。両元、カンセン、何かあったのか？ブンさん、それと漂白者だ。ちょうどいいところにチームに少し問題が。さっき練習場で準備しててチームメンバーの二人が石にぶつかって怪我してしまったんだ。それで委員会の方に聞いたんだけど、臨時のチームを組んでもいいって。だけどもうすぐ試合だから全然人が見つからなくて。はあ、この前隊長が家庭の休養で辞退して、今日は次のケイト会を待つしかないか。そういえば漂白者もまだチーム決めてないよな。言われてみれば漂白者も共鳴者だよな。参加資格もクリアしてる。でもまずは本人の希望を聞かないと。簡単だ、4人で1チーム、グループを操って次の走者にバトンタッチ、それで先にゴールした方が勝ち。本当にありがとう、
賞金をもらえたら君にも分けてあげるから。そうだ、今週に帰ったら最高の焼肉をご馳走するよ。これで3人でもまだ1人足りないな。適任者なら心当たりがあるが。どの方？その通り。おお、それは思いつかなかった。いやいや、将軍が帝都会に参加するわけないって。ああ、お前たちはまだ将軍のことを分かっていない。どういうこと？ここでとやかく言ってないで本人に直接聞いたらどうだ？それは無理。今ならまだ間に合うかもしれないぞ。でお願いだ漂白者。漂白者、なぜここに？参加したい競技は見つかったか？問題？聞かせてくれ。何か役に立てるかもしれない。つまり俺が臨時的にチームに加わって試合に出てほしいと。平気だ。リレーにおいて重要なのは隊員同士の協力、信頼、チームワーク。だからここには俺以上の適任者がいる。そう思っただけだ。人数が足りないから失格か。確かにルールにのっとるとそうなるな。しかし臨時で結成したチームでは好成績を残すのは難しいだろう。臨時招待か。いや、だが少し懐かしくなっていた。お前の言った通り、まずは参加せねばな。失格になってしまえば元も子もない。ああ、わかった。観客が集まり始めた。開始時間のようだな。行こう、まずは合流しようか。なんでもない、俺の気のせいだ。それと漂白者。漂白者から事情を聞いた。よかった、これでやっと出られる。将軍と漂白者がいるし、これなら記録更新も狙えるかも。ほとんどチームワークがない臨時招待では記録更新は難しいだろう。しかし、いや、なんでもない。10年前に記録更新したリレーチームがいて、その記録は今まで誰にも破られてない。だから
ケイト会が開催されるたびにリレーの記録更新が注目されるようになったんだ。そうそう、あのチームの戦略とか参考にしたいんだけど、あの時の映像が借りられたままで見ることができないんだよね。あれだけすごい記録更新をしたんだ。きっと長年一緒に訓練してきた仲間に違いない。映像があったとしても臨時の俺たちには真似できないだろうな。落ち込むな。事の成否はその人にかかっている。たとえ臨時的でも己の強さがある。例の記録を更新したチームも即席で結成された。将軍もあの試合をご存知なのですね。ああ、あの試合は、はあ、もう10年も経ったのか。あのチームのメンバーは今どうしてるだろう。まずは自分たちのことを考えよう。時間がない。あ、順番は将軍に決めていただくのはどうかな。お前たちは長い間一緒に訓練してきた。じゃあ第一走者は風。お、俺が？訓練でいつも第一走者なら本番でもうまくいくだろう。第一走者は他の人に合わせる必要はない。両元にバトンを渡すだけだ。頑張る。うん、漂白者と将軍は、将軍は予期のやり方をよく知ってる。漂白者とも親しいから。ああ、悪くない考えだ。いいだろう。そうすれば順番は俺、両元、将軍、最後は漂白者か。漂白者、最後の走者はいつも注目される。お前は初めての参加だが、力みすぎずいつも通りにやればいい。それは心強い。他に質問は？あります。チームの名前がまだ決まっていません。漂白者が組んだチームだから漂白者に決めてもらおう。シンプルで覚えやすい名だな。では各自準備して自分の位置で待機しよう。試合開始後は通信端末でやり取りする。漂白者、怪我は？すまない漂白者、もうすぐゴールなのにこんなことになってしまった。漂白者、何か異常は感じたか？先の体内通信で他の声が聞こえた。ほんの一瞬だけだったが。文さん、まずは観客を避難させ、何回かに分けて今週に返そう。
まだ試合に出てないチームもある。それに今年の慶都会を開催するのがお前らが聞いた声というのは観客の叫び声ではないのか。脅迫者が俺を勧誘した時も川沿いで似たような声が聞こえた。念のため研究員に全水域の監視データを調べてもらっているところだ。なるほど。ただグルッポが驚いただけかと。この件はおそらく何か裏がある。もうじき研究員から報告が届く。将軍の判断は信じるが、たださっきの騒ぎの中でグルッポに乗って走り回っている観客がいて、すごく興奮していたからか、まだ興奮状態なのであれば今避難させるのは難しいかもしれんな。そいつを先に説得して解散させよう。ブンさん、俺も行く。ぜひ頼む。皆漂白者の実力を認めている。お前が観客を落ち着かせてくれれば話は早い。助かる。落ち着け。もうグルッポに乗るなんてふざけたことはするな。でもマジで面白いぜ。手を出してくれないか。なんだよ。案ずるな。ただ確かめたいことがあるだけだ。やはりか。あれ、いつの間にか怪我を。人は過度な興奮状態に陥るとアドレナリンの分泌が増加し痛みが軽減される。だが神経反射は嘘をつかない。さっきから右手が無意識に震えている。直ちに傷口を処置しなかったのが原因だろう。幸いグルッポが作った傷口ではなさそうだ。そう言われると痛くなってきた。おいお前、落ち着いたか。申し訳ない、はしゃぎすぎた。みんなにも迷惑をかけたな。行こう。まずは傷の手当てをしないと。漂白者さん、奇遇ですね。何か分かったか。ええ、言われた通りに水域の監視データを調べたところ、付近の信号灯はなぜ反応しない。信号灯の機能は正常です。なぜ今回の異常に反応しないのかは目下調査中です。動物だから予知できたという可能性はあります。グルッポも残像も周波数の変化を敏感に察知したから暴走したのかもしれません。キーンさんもこれに気づいたからこそ全水域の監視データを調査させた。そうだ。この異常が現れるタイミング気になるな。なぜよりによって帝都会が行われたことによってある周波数の振動が水域上部の何かと共鳴したのでしょうか。そうだな、行こう。警報が反応しない以上は未知の危険を意味します。
緒に試合に出ろ。残像が集まってきた。まずは奴らを倒すぞ。疎開やめだ。まずい、急ぐぞ。ドカーン、これ楽しいね。あんこに近づくな。気をつけましょうね。ターゲット確認。えい、燃えろ。これ楽しいね。霊に飲まれろ。やっ、あんこに慈悲など無用。壊れろ。あそこからだ。まだ死にちゃった。これは何かを伝えようとしている。次はいつ開催されるかわからない。一緒に試合に出よう。残像どもめ、しつこい。来ないで、まだ死にたくない。ケイト会の参加者の声、それと助けを求める声が入り、この領域内に閉じ込められた人がいるかともあれ、行ってみるか。確認。死ね。危険も戦争に不可欠だ。壊れろ。花よ。フッ、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 ターゲット確認。危険も戦争に不可欠だ。今だ。うっ、うん、少し違う。正確には反響で作られた虚構の魂衆だ。簡単に言うと、記憶や執念などの周波。ここでは何が起こるかわからない。気をつけてくれ。あまり俺から離れるなよ。
人たちは毛糸界の観客。正確には毛糸界に関する記憶の映写だ。うまく言えないけど変な感じがする。まるで見てくれだけのからくりだ。先に進もう。チームワークは何もねえよ。だからミスしたのか、かわいそうに。10年前の臨時招待のことだ。少し思い出しただけだ。モルトフィーの推測によると、ケイト界の周波数振動がここと共鳴し。おい、さっきミスしたチームじゃないか。最後に追いつくなんて。あの子、確か予期に入って間もない子だよな。まさかそんな実力があるなんて。残像だ、気をつけろ。おい、大きくなれ。幕開けだ。ねえ来て、これ楽しいね。気をつけて。これでどうだ。切る。飛行も戦争に不可欠だ。ただ観客の真似事をしているだけだ。そう、どんなにうまい真似であってもそれは外面に過ぎない。それはあの時の臨時招待が関係している。このことについてあまり他人に話したことはないのだが、照明広場の鐘の音、案ずるな、俺がいる。行こうか。漂白者、待て。外を見ろ。街が逆さまに。この空間にある全てが逆になっているのか。廊下で倒れている容器は記憶か、それとも残像が真似したのか。真似だ。しっかり俺についてこい。勝てない。俺のことは放っておけ。残像の数があまりにも。ゾエ、ゾエが来た。違う、もうゾエは来ない、来ないんだ。これらはあくまでも記憶だ。会話はできない。ああ、記憶に閉じ込められているんだ。勝てない。応援要請を。逃げるんだ。司令部、どういうこと。増援に来たって不審兵じゃないか。あんな戦場に出たことのないガキが何の役に立つ。もしかして、もしかして他の鳥でも突破されたの。ああ、残像たちは戦死した者たちの周波数を飲み込んで、10年前の戦いで多くの砦が同時に突破され、兵力が著しく不足し、そしてその新兵のほとんどは帰って。信じていいのか。もう少し強ければ
私の新人の中でどれだけ優秀でも戦場には数回しか出ていないのだよ。長官が指揮権を奴に渡せって大丈夫なのか。引くか進むか。もう選ぶ余地はない。後ろは渾身城だ。ここを守らなければ残る者はおそらく生きて帰れないだろう。命に変えても俺は残る。奴が本当に判断を下せるのか。より多くの人々を守るために、こら信じていいのか。もう少し強ければ。ザンザンめ、しつこい。気を引き締めて、ここは戦場だから。警戒しろ、油断するな。霧が濃くなった。周囲に警戒し、漂白者残像だ。行きますよ、トンシンセシス。メイの登場だ。これ楽しいね。あんこの力を見せてやる。やっ、行くよ。おや、ターゲット確認。あんこに雷鳴よ、牙を向け。知れ、危険も戦闘に不可欠だ。許可を。これでどうだ。10年前の帝都会が終わってすぐ、石崩れの高地で予期せぬ残像潮が発生した。あまりにも突然の出来事だったため、新兵たちも多く前線に派遣された。最終的には勝利した。だがそれと同時に多くの被害も被った。誰もが何かを失っていた。たった一回の勝利で打ち消せるようなものじゃない。彼ら以外にも多くの戦士が、この空間はおそらく彼らの残響で作られたものだ。長い間彼らの周波数と融合していた結果、残像たちは自分を予期だと思い込み、予期の記憶の中の出来事を繰り返している。だが彼らの周波数がまだ残像に抗っている。このまま放っておくとまずい。おそらくそうだろう。この鐘の音をたどれということか。来たるべき時に備えよう。近づいてきた。残像は俺たちの存在を感知し、警戒してくる。いつでも戦えるようにしておけ。空気がますます乱れてきた。ひとまず残像を。でも戦争に不可欠だ。隙あり。いや。これでどうだ。花よ。もう10年前の出来事なのに、どうして今さらこんなことに。原因は多分お前だ。俺が。思い当たる節はないけど、ずっと考えていた。なぜ今のか、今年の旧都会なのか。お前だけがあの人と違うんだ。お前は両元と関西の願いを叶えるために
俺を臨時招待に誘った。最初は誰にも期待されなかったが、最終的に大きくリードしたのは全て俺じゃ。だからエネルギーの共鳴が発生したのか。その記憶だけで残像に抗っている。そして大陸の残像上に石崩れの高地で戦い、その時キーンは彼らと一緒にいた。彼らはあの日を繰り返したくない。ああ、だから俺たちをここに導いた。もう時間がない、急ごう。も戦争に不可欠だ。これでどうか。気をつけましょうね。そう、これ楽しいね。ペイに飲まれろ。やった、くらえ。あんこに近づくな。危険も戦争に不可欠だ。雷鳴よ、牙を向け。待ってたぞ。恐れなし。これでどうだ。任せてください。金の音はもうすぐそこだ。この先は照明広場。もう少し進もうか。ふざけたこと。予期の新兵訓練を真似している。訓練内容の一つは照明広場の記念式典に参加すること。予期の新入りはこれを終わらせないと戦場には出られない。ほとんどの新入りたちはこの訓練の意味を理解できなかった。そして俺もその一人だ。あの時まではな。ああ、あの日俺は行かなかったが、この訓練の意味が分かってしまった。全ての予期の戦士生命はここで始まり、残像にはこの意味を理解できないだろうがな。
戦争に不可欠だ。壊れる。これでどうだ。風に乗れ。曲を開く。花よ。待ってたぞ。これでどうだ。あ、ふふ、これ楽しいね。漂白者、ありがとう。あ、心配ない。あそこに10年も縛られたあいつらに、今やっと別れを告げることができた。事態は我々の予想をはるかに上回っている。会食現象はここの周波数サンプルを記録し終えた。今は研究員へ行こう。自然の贈り物ですね。大事にしましょう。芽吹きの音です。予測した異常の消滅を確認しました。どうやら今回の残像長は未然。それと言われた通り、今回の異常と。そうか、ありがとう。まあまあ、そう焦らないで。まだ話は終わっていませんよ。2社の周波数についてはほぼ一致していますが、このことに関しては私もそこまで詳しくありません。領域内で記録した周波数のサンプルだ。なるほど。ソノラから採集したサンプルであれば、例の学者に任せましょうか。
白紙さんのことです。ソノラは反響学領域に属しています。彼女ならより効率的に調査できるでしょう。丁重に扱ってくれ。私たちはそこまで信頼できないですか。そうではない。ただ俺、安心してください。私たちがいかに研究サンプルを、今回の事件は軽症になる。ですが同時に解食現象を解読する鍵となる。ああ、そういえば委員会の方が君を探していましたよ。了解した。ことが終わり次第、まあ、ではお二人の用事も済んだことですし、私は実験室に戻ります。脅迫者、もしよかったら付き合ってくれないか。ありがとう。では照明広場で合流しよう。一緒にやってほしいことがある。種だ。数年前に研究員に依頼して栽培した花の種だ。生命力がとても強いと研究員の者が言っていた。照明広場からは今週の全てが見える。去っていった奴らにも自分たちが命がけで守ってきた街を見せてやりたいんだ。この花の種、名はルーグー。ああ、花言葉は再生。少しだけでも慰めになればいい。ただの精神論かもしれないが、こういった支えも必要だ。おかげで彼ら、あの時犠牲になった良きの戦士たちが、だからぜひお前がこの種をまいてくれ。今回の残像町危機についてはひとまず解決した。だが交流に潜む敵、
奴らは今も密かに動いている。何としてでもこれ以上の犠牲を避けなければ。脅迫者、もう一つ頼みがある。いつか俺も故郷に帰れなくなったら、ここにルーグーを植えてほしい。ありがとう、脅迫者。脅迫者、キュエンと一緒に今週に戻ったか。よかった、無事で何より。安心したよ。この前渡し忘れたものがある。時間があればこっちに寄ってくれ。脅迫者、来たか。あの魚たちを見てくれ。自由に泳いでいるだろう。でもまあ、自由ってのは対価が必要だ。ただその対価は誰かが肩代わりしてくれることもある。10年前か、遠い昔のことだ。確かあの年の系都会も俺が責任者だったな。賑やかだった。あの年は参加者も多く、試合は午後まで続いたよ。あの日の夕焼け、今みたいに暖かかった。例の臨時招待も試合前は誰にも期待されていなかった。最初にバトンミスがあったぐらいだからな。誰も予想しなかった。最後の選手はグルッポを自在に操り、最後のカーブで逆転した。素晴らしい試合だったよ。そりゃあもちろん、あの時の笑顔、今にも目に浮かぶよ。この写真のお前らみたいにな。急いで組んだチームだからな、写真を撮るなんて考えてなかっただろう。これもお前さんが気づいてないうちに撮れたんだ。脅迫者、俺こそお前に感謝しないとな。そうだ、これからキエンと系都会の開催について話し合いがある。次の大会も実現してみせるから必ず参加しに来いよ。
Yeah.
当の力だ。行こう。キャッカッ、消えろ。フッチャッです。気だらけだ。やっ、行こう。この控えで、やっ、行こう。行こう。キャッ、一気に行くぞ。行こう。Thank you.
行こう。やっ、やっ、一気に行くぞ。キャッ、一撃突破。この光で。油断した。これからだ。行こう。行こう。これで終わりだ。これが最高の極意。やっ、しまった。行こう。響け。闇を照らす。撃ち倒す。行こう。
行こう。
加速します。私に任せて。
私が守る。きらめく霜のごとく。よし。ほっ。よし。ほっ。岩より固く。私が守る。どうしてはくれないのね。ふ、走りたくないのに。いぶし、大グレンゲ。ふ、冷静にね。ほっ、走りたくないのに。知りたくないのに。はっ、はっ、よっと。いぶし、打ち砕く。私に任せて。岩より固く。その枷を解き放て。走りたくないのに。行くし。
のに。獣のごとく。おっ、ほんと。かすり傷よ。これくらい。おっ。岩より固く。その風を解き放て。私が守る。